皆さん、こんにちは。今日はエミネンスポイントを使った金策方法を紹介したいと思います。エミネンスポイントと交換できる装備品を見せ売りする方法です。エミネンスポイント1ポイントで10ギルぐらいの価値になります。 PC の名声により見せ売り価格が変わってきますので注意してください。装備品 LV7198 の装備の中から1ページ目にあるバハルールと3ページ目のアケロンシールドのどちらかを選んで交換してください。ページをめくる手間があるためお好きな方を選んでいただければ問題ないです。バハルールは1625エミネンスポイント、アケロンシールドは2755エミネンスポイントです。今回はエミネンスポイントが 99,999 ポイントありますので、全部を交換してみたいと思います。エミネンスポイントと交換できる装備品を見せ売りする方法は、時間もかかりませんので誰でもできるお手軽な金策思考法です。新規の方、復帰者の方はぜひ試してみてください。99,999 ポイントを交換するといくらになるのか楽しみです。では始めてみましょう。この NPC のキャラに話してください。ここを選択します。この盾を交換します。
交換が終わったので次は店売りします。カバンはこんな感じになります。縦の店売り価格は 28,101 ギルです。所持金が3泊6ギルありましたが100万ギルもらえた感じです。
PC の名声によって店売り価格が変化しますので、できる限り名声を上げていただけるとよろしいかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。